こんにちは、パピちゃんパパです。ベビちゃんたちもね、目が開いて活発に動き出しまして、まあ、ちょいとねわちゃわちゃし始めてるんですが、まあ、今回の動画はね、子犬時期にヤギミルクと犬用ミルクのどっちを与えるべきかっていうのをね、悩まれてる方もいると思うんですよ。でそこでね、この悩みを解決する答えを出そうと思っております。でね、最近ね、ヤギミルク、これね、犬のミルクに成分が似てるし栄養価も高い。でね、脂肪球の大きさが牛乳の6分の1だから、まあ、消化吸収が良くてね、下痢になりにくいとかね、必須のアミノ酸がなんとかこうとかね、まあまあまあいろんな理由でヤギミルクがワンちゃんにも人気みたいなんですが、まあ、実はね、僕自身、まあ、誕生したベビちゃんたちにとって超大切な子犬時期にヤギミルクなのか犬用ミルクなのか、これね、どっちのミルクを与えるべきかってね、めっちゃ悩んで、でいろいろ調べたりしたんですが、もうね、悩みすぎてね、わけわかんなくなっちゃって、でかかりつけのね、動物病院の先生にちょいと深掘りして質問した結果、あー、これは絶対こっちを選ぶべきでしょうっていうね、結論に至った内容を聞くことができたので、サクッと皆さんと情報共有したいなと思ってます。ということで、ネット購入したミルクが届いた時になんとなくの一発撮りで撮影した映像ですが、ご覧ください。どうぞ。出てない、これ今ね、届いたんですけど、3つね、ミルク。でね、危ない危ない危ない、落ちる落ちる落ちる。でね、今ね、ベビちゃんたちはね、わちゃわちゃしてね。でね、はい、ビタビタビタ。そう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 、上手上手。でね、ほらね、ハピコもね、すんごい飲むし、今特にね、授乳期、もうこれから授乳期から、離乳期に移行するっていう段階なんですけど、やはりね、カルシウムしっかり取らないといけないし、これでね、ちゃんと栄養取ってくれて、でハピコの体調もしっかりして、でビビちゃんたちにもこれ飲んでもらうっていうね、ここでね、一気に3つ頼んだんですよ。でね、今ちょっとね、理由があって、緊急でね、どのぐらい、まあ数日前ぐらいにこれ買ったんですけど、ペットショップで買ったらね、3000円ぐらいしちゃって、3000ちょいとかパカッとか思った。で、これなんでかっていうと、これね、アマゾンで買ったら2000ちょいぐらい、2100円以下、ああもう1000円ぐらい違うからね。しかもこれね、送料無料っていうやつがあって、でも一気にまとめ買い。で3つ。でも多分ね、これどん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 なくなるんじゃないかと思った。まあまあそういうことでね、ちょっと早口ですけど、これね、いいっすよ。でね、よくね、ヤギミルクとヤギミルクを代用すればいいっていう情報もあるんですけど、これね、これちょっとはっきり言っとこう、僕の結論、特にこの時期パピーちゃんの時期はあれだよ、犬用のミルクじゃないと僕はいけないと思う。なんでかっていうと、犬は雑食性で、でヤギは草食性でしょ。だからこうミルクのわかったわかったわかった、はい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 、はい、どうぞ。裏返しできなかったね。でね、ミルクのね、中に入ってる成分がね、違うはずなんですよ。うん、だからね、これはね、N 用に調整されたミルクなんですけど、どこだっけな、まあ、これアメリカで作られたやつを強力製薬が販売してるっていう感じなんだとは思うんだな。落ちちゃう落ちちゃう、ああさあ、だね、僕はね、下手にヤギミルクを使わないで、こういう犬用のやつを使った方がいいと思うぞ。はい、ちゅうことでね、はい、強力製薬さん、ありがとう。うん、アマゾンでこれ2000ぐらいで売ってくれてる方、ありがとう。めっちゃ助かっておりますこれでね、で多分ね、このね、3つ缶3つあってもね、すぐなくなると思うんだよな。これもう相当早いですよ。
あのハピコにもあげて、でハピコの飲む量も半端ないし、でベビちゃんたち5頭いるから、これがねグイ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 飲むと思うからね、あのどんどんなくなると思うんで、まあ、あのパピーね、まあ、普通あの迎える場合ね、大体今だったら60日ぐらいかな、大体生後2ヶ月ぐらい、ね、そこからもこのパピー用のミルク絶対必要だからね、あのまあぜひあの安くてね、同じもんだから安く買った方がいいしね。ね、ということで僕はこれ使うし、皆さんもご参考になればということでね、あの今回は犬用ミルク、まあ、パピーちゃんのね、ミルク、ね、ご紹介してみました。はい、ではまた。はい、もうこれ、はい、そうだねね、すごいね、ね、遊びたいね、ごめんね、はい、はい、うっとしてるね。